今シーズン圧倒的な強さでアメリカンリーグを制したデトロイトタイガース。しかし覚えているだろうか、3年前このデトロイトが史上最も弱いチームだと言われていたこと。2003年リーグワースト記録となるシーズン119敗を喫していたデトロイト。プレーオフに進むことさえ当時は夢のまた夢だった。For those of us that have been around since the 2003 season, having this turnaround, going from terrible to now the best in the league, we're having a blast with it. そんなデトロイトがなぜわずか3年でリーグ制覇を成し遂げることができたのか。再び輝きを取り戻したデトロイト。その復活劇には奇跡を呼ぶ男の存在があった。イヴァン・ロドリゲス、キャッチャーとしてゴールドグラブ賞を受賞すること11回、輝かしい実績を持つこの男は幼い頃すでにその才能の片鱗を見せていた。You know, I started playing when I was 7 years old. I was a pitcher when I was in playing little league. You know, I throw a lot of non-hitters. Then if I remember, I throw about 6-7 non-hitters. ピッチャーとしてそれほどの才能を見せた少年がなぜキャッチャーに。My father always told me that you I have the right body to be a catcher. And he works me a lot, you know, behind the play, and I guess he was right. ふっくらとした体格からパッジと呼ばれた彼は父のアドバイスでキャッチャーに転向。ピッチングの才能は彼の代名詞でもある強肩に生かされた。彼をよく知る元チームメイト、もう一人のロドリゲスはこう語る。Pudge is a tremendous individual. He's a Hall of Fame player. Just so much enthusiasm, so much heart, so much dedication to the game. And he's probably the person that cares the most that I've ever played with. さらに打撃でも輝くロドリゲスは攻守においてまさにトップクラスのキャッチャー。そんな彼がデトロイトにやってきてから常に意識していることがある。But for me, honestly, you know, I'm emphasizing myself more in defense. I always want my defense there, and then offense. 個人の成績よりチームの勝利につながる守備を重視したロドリゲス。その言葉通り、今シーズンデトロイトのチーム防御率は両リーグトップを誇る 3.84。 かつて最弱と呼ばれた投手陣はわずか3年で輝きを取り戻した。しかしロドリゲスが起こした奇跡はこれが初めてではなかった。それは3年前のこと。ロドリゲスは当時若手中心で苦戦が続いていたフロリダに移籍し、その年ワールドチャンピオンに。わずか1年で低迷したチームに奇跡を起こしたのだ。その2003年こそくしくもデトロイトが歴史的な大敗を喫した年。翌年ロドリゲスは頂点を極めたフロリダを去り、あえてどん底にあったデトロイトに行くことを決めたのだ。あれから3年、再びワールドシリーズの舞台に舞い戻ったロドリゲス。果たして再び頂点を極めることができるのか。しかし未だかつて12年以上負け越したチームによるワールドシリーズ制覇の例は一度たりともない。We understand we're not a team that you can overlook anymore. We're a team that's going to battle you for 9 innings, and there's no games we're going to be giving away. We're going to fight tooth and nail trying to win each game, and you know, it's win or lose. Go out, be prepared, and play hard for 9 innings. 今のデトロイトにかつての弱小チームの面影はない。目指すは22年ぶりのワールドシリーズ制覇。その奇跡はパッチと呼ばれる男が鍵を握っている。あえて弱かったチーム、苦しい道を